はい、もう3回目だから慣れてくどうぞ。ランタのこのラジオ知らんと、時刻は13時を回りました。ラントのこのラジオ知らんと、皆さんはじめまして、MC のラントです。この番組は、愛知と FM 宜野湾をズームでつないで放送しています。1時半までお付き合いください。皆さんはじめまして、愛知県在住 FM 宜野湾大好きラントです。この度、ラントのこのラジオ知らんとを始めさせていただくことになりました。ふつつかものではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、lanto.radio@gmail.com。このラジオの専用のメールアドレスになっています。また、このラジオは、YouTube でもネット配信をしています。FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。また、サイマル放送でも放送を行っています。スマホで聞く場合は、リスンラジオ、またはマイチューナーラジオをダウンロードしていただいて、いつでもこのラジオを楽しむことができます。皆さんのご視聴しやすい環境に合わせて番組をご視聴ください。それではここで一曲お届けします。私の大好きなボンジョビ、ワンワイルドナイトです。今曲中でーす。皆さん、曲中さ、YouTube で何も流れてないからお話ししようか。はい。YouTube になるから。はい。どうする？ランチさん、自己紹介もう一回する？ YouTube 用に。あ、でもね、なんか聞こえないな。なんでだろうか。まあいいや、もう、ランチさんいいや、喋ってて。多分ね、そっちのあれは、こう来るはずなんで、なんていうのかな、こっちに届いてないだけで、ズームには入ってるはずなんで、それでいこう。とりあえず、この曲長いので、FM です。いろいろ喋ってください。はい。はい。皆さん、はじめまして。愛知県在住で、FM 宜野湾リスナーのラントいでや、ミキす。サーしちゃダメなんだ。普段は、介護士をしているんですけど、今、脱臼骨で、折の僕治療。が曲終わりでどうぞって言ったらまた喋り始めてくださいね。CM はないんでこすのよラね。ジオ用に。CM はないですよね。はい。はい。皆さん、こんな顔の女ですが、どうぞよろしくお願いします。はい。何を喋っていいかわからないので、本当に緊張しますけど、頑張っていきます。はい。目標は、山内局長みたいな偉大な人になることです。よろしくお願いします。あ。あ、なんか緊張して何を喋っていいかわかんないんですけど。はい。普段は介護士をしているので、なんか介護の悩みとかあっても聞くので、よろしくお願いします。あ、緊張するな。まあ緊張が皆さんに伝わっちゃうといけないんで。あ、緊張します。マジで。あ、やばい。
じゃあ、そろそろでーす。はい。どうぞ。お送りしております。この番組はラントのこのラジオを知らんとです。愛知県からズームで放送しております。この後1時半までお送りします。お相手はラントです。まずはこのコーナーに行ってみましょう。ラントーク。このコーナーはお題に沿ってリスナーの皆さんとラントが、まあ、ユンタクをするコーナーとなっております。初回のコーナーのトークテーマは、リスナーさんからラントへの質問を聞いてみようです。なんとですね、メールがですね、4通、今日4通もですね、ラントにこういう質問をしてみたいっていう方がいて4通来ましたので、ラントが質問を答えていきたいと思います。ではまずはこの方からいきたいと思います。ヤンポーさんです。ラントさんに質問です。ラントさんが一番幸せを感じるときってどういうときですか？あるいは何をしているときですか？はい、私はこう見えてもオタクなのでオタ活をしているときが一番幸せです。と純烈がとても大好きなので純烈のコンサートに行ってと純烈のグッズを、まあ、振ったりとかして純烈のメンバーさんを応援しているときが一番幸せです。あとはアニメも大好きなのでお休みの日とかにアニメを見てすごくなんかもう癒されたりしているときが一番幸せです。はい、じゃあ次いきます。次はですね、毎週火曜日の夜に放送しているキウ名古屋の名古屋のダンサーズさんからメールをいただきました。ありがとうございます。さてラントさんにお尋ねします。沖縄のラジオを聞くきっかけを教えていただけますか？ダンサーズはレンタカーの中でラジオをつけて適当に周波数を合わせたときにポニーテールリボンズのというアーティストがおじさんおばさんという曲を公開放送している番組を初めて聞いたのを衝撃を受けました。ここからラジオを聞くようになりましたよっていうことなんですけど、私がラジオを聞くきっかけになったのはもともと沖縄のローカルヒーローが大好きで FEC さんの芸人さんを知ることがあったんですですけど、その時に毎週夜にやってる FEC チューンドを聞き始めたのがギノワンさんを知るきっかけになりました。でこのダンサーズさんが書いてあったおじさんおばさんって何かなと思って聞いたら皆さん本当に面白くてツボにはまると思うので皆さんポニーテールリボンズっていうののおじさんおばさん皆さんもぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。じゃあ次です。ラジオネームタミーさんからのメールです。ツイッターのアイコンのレッサーパンダの威嚇ポーズですが誰を威嚇してるのですか？
しょうもない質問でごめんなさいっていうことだったんですけど、これは誰も威嚇をしてなくて、たまたまこのレッサーパンダの、この威嚇姿のレッサーパンダのついてるクッションがあって、それが欲しくて、誰か買ってくれないかなっていう願望を持っていて、それで威嚇姿のレッサーパンダのアイコンにしたのもあるし、もともとレッサーパンダが大好きだからです。めちゃくちゃ可愛いので、お昼寝してると、起こしてもらえるらしいので、皆さんよかったら買ってみてください。じゃあ最後にいきます。最後、ラントネーム。ラントネームって聞いた。沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ラントさん、皆さん、こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。早速質問ですが、ラジオを始めようと思ったきっかけはありますか？もう一つ質問は、ラントさんは僕と同じ介護士の仕事をしていますね。介護の仕事を選んだきっかけはありますか？ということだったんですけど、まず一つ目の質問は、ラジオをなぜ始めようと思ったのきっかけは、もともとラジオのパーソナリティに興味があって、地元のラジオ局でも育成講座っていうのがあったんですけど、それはちょっとお金が すごくかかるものだったので、すごく諦めていたんですけど、この FM ジノワンさんで、皆さん、ラジオの番組を持っていて、すごく自分にもできるかなって思って始めようと思ったのがきっかけです。あと、介護の仕事を選んだきっかけは、もともと介護士になるっていうのが夢だったんで、おばさん、私の父のお姉さんがちょうど介護士をしていたので、すごくやりがいのある仕事だって聞いて、自分もやりたいって思って、介護士は始めました。で、今年、11年目になる介護士なので、まだまだ成長していきたいなと思っています。はい。以上、ラントへの質問ですけど、何か、皆さん質問があってたりとかしたらいつでも質問答えるので、番組で出会った際はもう本当に質問してくれたら何でも質問していただければ答えるので、またよろしくお願いします。次回のテーマはですね、次回のテーマはゴールデンウィーク明けなので、皆さんゴールデンウィークに何をしていましたかというテーマで皆さんとお話ししたいと思うので、メールの方、どんどんお待ちしています。以上、ラントークのコーナーでした。ここでもう一曲をお届けしたいと思います。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。今曲いってまーす。はい、曲です。私の大好きなカルチャークラブの、私この歌歌います。いい感じですね。今ね、15分ぐらい。で、これ終わって、もう一個コーナー行って、これ終わって19分もいかないか、18分ぐらいかな。で、残りが18分だから26分なんですよ。だから残りが6分ぐらいかな。違うか。6分か。まあ6分か、7分ぐらい。18分に26分だから18分に6分だと24、8分か。
残り8分ぐらい。8分で、でも、一応余韻持たせたいから、残り7分ぐらい。愛知の観光名所一回バンと行って、でも最後の方がいい。どうした方がいい。コーナー2個。コーナーもう。ああ。皆さん、この曲、いい曲なんで、ビスラジ、毎週7畳で聴いてください。私大好きなんで、ジョージ・ボーイでしたっけ？男の人、やめて。あと30秒ぐらいで開けるので、音楽。もう終わるな。じゃあ行きますか。はい、どうぞ。お届けした曲はカルチャークラブ、カーマお気まぐれでした。続いてはこのコーナーに行きましょう。愛知の観光名所、ここへ行ったらどう？このコーナーは、愛知在住の私ランドが、県外に住んでいる人に愛知の観光名所を教えるコーナーです。初回の今日は、岡崎城はですね、愛知県岡崎市にある徳川家康公が生まれたお城です。今、どうする家康という大河ドラマで、とても流行っているところなんですね。で、2週間前に私も母親と一緒に行ってきたんですけど、今、大河ドラマのドラマ館とお城が見れるんですけど、武将隊もいるので、皆さん、岡崎城に行ったら必ず武将隊と写真を撮っておくべきだと思います。大河館では今、松本潤さんがやっている「どうする家康」の衣装展示やセットなどがあるので、とても大河ドラマに浸れると思います。そしてですね、岡崎公園というところに岡崎城があるんですけど、周りに岡崎名物の味噌を使った田楽という食べ物も食べられたりするので、皆さん一度行ってみてはどうでしょうか。以上、愛知に行ったらここに行けでした。あつさん、はい。喋りましょうか。はい。なんか緊張してあ、る。今飛んじゃったの？飛んじゃった。もうエンディング？エンディング？まだまだです。ああ、と5分ぐらいあるよ。あと5分。どうはしい。
どうしようか。何か局長から質問とかありますか？ああ、なんていうんですかね、沖縄によくいらしてますけど、必ず行くところとかあります？私、沖縄のローカルヒーロー、マブヤ、ワイド、大地マン、エイカーズがとても大好きなので、時々、まあ、聖地巡礼をしたり、あとは、首里城が大好きなので、首里城に行ったりとか、あとは、お菓子御殿の、紅芋タルトが大好きなので、恩納村の、紅芋タルトのところに行きます。お菓子御殿に行きます。このヒーロー、沖縄ヒーローは、何がきっかけで好きになったんですか？もともと琉球の歴史がとても大好きで、その琉中球？に琉球の、荘園王っていたじゃないですか。で、歴史ドラマで荘園王がやった時があって、それの、荘園をやったのが、知念慎吾さんだったんですね、FEC の。で、その、知念慎吾さんのプロフィールを見たときに、初代琉球マブヤって書いてあって、自分の中で、琉球マブヤってなんだろうって思って、検索して、琉球マブヤを見始めてから、すごく好きになりました。ああ、マベ面白いですからね。ね、そうですね。なので、今はどっぷり沖縄ヒーローズの沼にはまってます。沼にはまってるって、YouTube とかで見てるんですか？DVD が販売してるので、沖縄ヒーローズの、それこそワイドも大地マンも、春沢映画も、マブヤも DVD があるので、それは買って。たりとかしたり、あと去年に中城で沖縄ヒーローズフェスタってあったんで、それに行ったりしてます。僕はやっぱりそのなんていうのかな、ランツさんほどその魅力がわからないので、僕に伝えてもらっていいですか、この沖縄ヒーローズの魅力を。沖縄ヒーローズの魅力、とにかく子供が大好きになります。子 供が大好きになる。で、1回見たらもう沖縄の歴史とかも入ってるので、もう見たら沖縄の歴史を知れます。現地の人でも。僕らでも沖縄の知る、見る、歴史を知ることができる。闘牛戦士ワイドなら、闘牛がメインなので、闘牛のことを知れたり、まあ、龍神マブヤだったら、まあ、マブイの心とか、そういうのが分かったりとかしたり、あと、ハルサレイカーは農地の、の、農業のことなので、沖縄の農業の歴史とかが分かったりします。でも、大地マンは建設会社なので、建設会社の人が一ヒーローになるってやつで、結構面白いので、で、大地マンに至っては、第一建設っていう本当にある建設会社なんですよ。が、有名なので、本当に、楽しめると思います。なるほど。いいですね。ちょっと見てみたくなりました。ということで、あと2分でございますが、どうでしたか、初回。初回、緊張して何を言ってるか分かりませんでした。すみません。一回止まったしね。そうですね。なので、まあ、初回の放送は、もう聞かないことにします。なんで聞いて。もう恥ずかしいんで。順調でしたよ、それまでは。ありがとうございます。という感じですね。またこれからは精進して、収録に励みたいと思います。大皆丈夫、さんよ大ろし例くでおも願いね、必ず緊張しますから、初回は。します。だんだん慣れていきますので。そのままエンディングに行きたいと思います。皆さんもう早いもので。
もうすごいお時間があっという間で30分でした。初回放送なので、ちょっとお聞き苦しい点もあったと思いますが、本当に次回からは精進していくので、また次回もよろしくお願いします。番組に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。お相手は、ラントでした。それでは、また来週、同じ時間に会いましょう。さようなら。はい、オッケー。ああ。